こうして2年目になってますけども、いろんな体験をしていると思いますが、悪いコンディション、つまりすごい強い風とか、そういった風、それから雨、雪、どうですか？そうですね、小倉で大雪の中のレースを経験したことがあったんですけど、すごく寒くて、手がかじかんだのをすごい覚えてますね。レース乗ってるときは、集中してるんであんま感じないんですけど、ゴールしてから手のかじかみとか、大雨のときは、バシャバシャ言うので、寒くて、冬場はそういった経験はしてます。そうですよ、はい、1日最大何グラムくらいしてますか？そうですね、昨年は1日全レース騎乗させてもらったことがあったんですけど、はい、昨年はですね、600走近く乗りまして、606走、そして51勝、新人としてね、最多勝を飾りました。おめでとうございます。ありがとうございます。ずっと乗り続けるときには、いわゆる乗って戻ってきて休憩しますね。そうですね、はい、その後月までってどんなタイムスケジュールで動いてるんですか？レクリオの方がいるからすごい助けてもらえるけど、本当に着替えして顔洗ってもうすぐでパドック行かないといけないんですね、はい、気持ちの切り替えは、はい、それはもう僕たち主従して全然、はい、当たり前のことですね。もう前の競争にあらかつなってでももう次の競争もあるからもう忘れる。いや、あんま忘れてない。ちょっとイレケラしてるだけだ。もう中堅だけど忘れてない。いや、2着だとやっぱ悔しくて、ちょっと、故障、怪我っていうものを克服するべて、やっぱり闘争心が必要だと思うんですけども、もう乗りたくないと思ったことはあまりないみたいですね。それはないですね。はい、はい。一方、せいなさんはさっき、乗りたくないときも正直ありますよって話をしてくれた中で、走りたくないよ。走りたくない。走りたくない。そうです。馬に乗るのは好きなんで、走りたくない気持ちが、馬はあるんじゃないかなって思って。馬に対しての愛情。そうです。さすがにそんな仕事をボイコットするような。当たり前ですね。はい、藤原誠二選手は、小さい頃からいわゆる肩を並べて、いわゆるジョッキーになろうとしてる。はい、そうですね。もう小さい頃から彼もジョッキーになりたいって言ってたので、彼のお父さんも馬の仕事をしているので、自然とそういった形になったと思います。今は40、そうですね、1キロ上がっているので49キロ以下だと思います。ですよね。で、試験が通るのはもうちょっとなんか体重が、ですね、試験の中でいろいろ骨密度の検査であったり、はいろんな検査をJRA がしているので、そこまで最初から軽すぎても良くないんだと思います、うん、ジョッキーとしてのライバルがやっぱり角田大河、そうですね、角田大河も今は佐々木大輔も、私の同期がすごい頑張ってますし、インコウェイの長嶋先輩であったり、若い先輩ジョッキーも頑張っているので負けないように頑張りたいなって思います。昨年は私が一歩リードして、彼らは絶対負けないぞっていう気持ちで下克上してこられたような感じなので、私はまた巻き返して頑張りたいなと思います。私、そうですね、たくさんいますね。どう接する？どう接する？落ちない。まず落ちない。まず落ちない。あとそれで楽しいです。馬の目を見たり、それからこう汗かいてるなとかいろんなことを感じたりするの。はい、馬も目を見たらしんどそうにしてたり、眠そうにしてたり、すごい嬉しそうでいますが、興奮してたり、すごい分かりやすいなっていうのは近くで見ていて思うので、そういうのは大切にしています。逆にこっちの気持ちが伝わるってことありますか？指示、こうしてほしいなって馬に伝えたときに、馬に乗ってて止まったり、反応してくれたりしたら伝わったなって思うので、その時は伝わってくれたことに対してまた褒めてあげて、コミュニケーション、馬との距離を近くするようにしています。競馬の日はまずは芝コースの芝の状態を歩いて、競馬グループなんですけど、新聞見て相手を見たり、あとは人によってそれぞれですけど、ブーツを左足から履くとか、どっちの足から履いたりする人もいたり、あとは手袋は
あんまりつけて乗んないんですけど、常に持っとくようにしたりはしています。それをそのさっきのかじかんだりした時は、そうですね、かじかんだり、汗が発汗量が思うより多い馬はやっぱパスが滑っちゃうので、そういった馬の時用にいざとなったら使えるように持ってます。食べ物はどうですか？食べ物も競馬の前の上に絶対なく食べますね。何を食べる？納豆。納豆、納豆好き有名ですもんね。で、競馬の間にキットカツ食べます。そうなんだ、はい、そういったいわゆるルーティーンで自分のリズムを整えるということだと思います。池谷さんはルーティーン？僕は馬乗る前にジャンプして乗るんですけど、それはもう松井しげる選手がジャンプして足割り打ってボートを乗るのを見てて、なんでジャンプして乗るんですかっていうのを聞いて、緊張感をほぐすために、肩の力を抜くためにジャンプしてるっていうのを聞いて、僕もそれ聞いてから取り入れるようにして、はい、ちょっと松井さんはちょっと職種違うんですけど、こう精神面での師匠って僕は思って、本人も言ってますし、いろいろメンタル面で教わることがたくさんあります。これからの決意など含めてですね、ファンの皆様にですね、メッセージをいただきたいと思います。最初に今村聖奈さんからお願いします。はい、今日はお集まりいただきありがとうございます。たくさんの方々の熱い珍しい緊張してる、珍しい、普段と違うのでちょっと緊張するんですけど、まずは一生、次の一生で聞けるように頑張りたいなと思いますし、秋競馬始まって G1 とか大きい競争がいっぱい続くと思うんですけど、外国人のジョッキーもこれからたくさん来られると思いますし、先輩ジョッキーのいいところを取っていろいろ勉強して自分の技術向上につなげていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、また中小応援でお願いいたします。ありがとうございます。続いて、リゴデミナさん、お願いします。いつもありがとうございます。本当に応援している方がすごい熱いので、いつも感謝してます。いつもありがとうございます。これからも頑張ります。一生懸命頑張りたいです。はい、さあ、そしてまずは今週しっかり怪我なく終えて、で来週アメリカに行くので、勝ってまた皆さんにいい報告ができるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。また、みんな勝って待っております。ありがとうございました。今日のスペシャルゲスト、池添健一騎手、そしてエルコ・デブドロ騎手、今村聖奈騎手、対応です。